女子の SPP ソフトクリームペロペロ、略して SPP。 これ以上に俺の欲望を刺激する光景があるであろうか。もう我慢できない。よし、ソフトクリームを探しに行くぞ。軽井沢、日本で最も古く、また最も有名な避暑地ですな。軽井沢といえばアウトレットにプリンスホテル。降ってきたか。おっと、社長からだよ。もしもし、社長、おはようございます、田淵です。おお、田淵くん、着いたかね。はい、無事軽井沢駅に着きました。軽井沢駅？はい、新幹線で。ああ、そっち行っちゃったのね。そっちって？今日来て欲しかったのは横浜市西区の北軽井沢だったんだけどね。横浜に軽井沢あるんですか？まあいいや、今日の打ち合わせは僕の方でやっておくから遊んで帰ってきなよ。もう、それ早く言ってよ。そんなこんなで平日の旧軽銀座で SPP。 いやしかし、避暑地だというのに蒸し暑いな。さてさて、遊んできてよって言われたものの、男一人でどうしますかね。しかし、ソフトクリーム食べたらなんだかお腹が空いてきた。よし、まずは軽井沢ランチと行きますかね。なんか軽井沢っぽいもの食べたいな。でも軽井沢っぽいものってなんだろう。おっと、先ほどの SPP 女子。軽井沢といえば SPP 女子だよね。SPP 女子よ、どこへ行く？カフェホルテか。いいじゃないか、 SPP 女子とカフェランチ。よし、ここで行こう。こんにちは。いらっしゃいませ。こちらの席どうぞ。よし、ベスポジを確保だ。さてさて、ここはどんなランチがあるのだろうか。カレーランチか。おそらくこだわりのカレーなんだろうな。よし、今日はチキンカレーのランチで行ってみるか。すみません。はい。チキンカレーのランチを。チキンカレーを一つ。はい、かしこまりました。少々お待ちください。それにしてもあの子、本当に可愛いよな。よかったら席あげて。邪魔だな。こうなったらトイレ行くふりして話しかけてみようかな。小説をお読みになってるお嬢さん。はい。お好きな作家はいますか。岩下圭吾先生です。おお、そうですか。私も小説を書いてまして。そうなんですか。岩下先生の作品にはたくさん影響を受けてますよ。
品を書いてらっしゃるんですか？やはり私の代表作といえば容疑者セックスの献身、マスターベーションホテルなどなどですね。ダメだ、確実に滑る。全然うまくいく気がしないな。お待たせしました。はい、チキンカレーのランチセットでございます。ごゆっくりどうぞ。失礼します。いただきます。まずは野菜から。新鮮で美味しいな。やっぱり地元の野菜を使っているんだろうな。ドレッシングもまたうまい。よし、カレー行ってみよう。カレーに酵素玄米か。初めてのタイプだな。見るからに健康的。うん、なかなかうまい。肉はチキンですね。これはまさにタブチキンカレー。うまいぞ、タブチキン。夏の軽井沢でカレー、我ながら良いお店を選んだな。あれ、選んだんだっけ。 SPP 女子は何を食べるんだろうな。まだ食事を頼まず本を読んでいるのかな。気になる。はあ、美味しかった。さて、なんとか SPP 女子とお近づきになる方法を考えないと。小説をお読みになっているお嬢さん。はい。好きな作家はどなたですか？高井戸潤先生です。あ、そうですか。私も小説を書いています。そうなんですか。高井戸先生の作品からはたくさん影響を受けてますよ。これなんて言いましたっけ、コーヒーのシリーズ。全然同じシリーズです。あ、そうですね。その影響を受けて私も長編シリーズを書くようになったんです。どんなシリーズですか。おそらく聞いたことあると思うんですが、ハンダチタブチシリーズって言うんです。知らないです。ダメだダメだダメだ。今日は本当に調子が出ない。頭が働いてないな。ここは甘いものでも食べて糖分を取ろう。すみません。はい。バナナパフェお願いします。はい、少々お待ちください。失礼します。はい、お待たせいたしました。キャラメルバナナパフェになります。ごゆっくりどうぞ。はい、軽井沢でバナナパフェ。俺って意外と女子力高いかも。あー、うまい。パフェっていいよね。おっさんだってたまにはパフェ食べたいんだ。うん、うまい。普段バナナ食べてると変な目で見られるから控えてるけど、バナナ結構好きなんだよね。うまいな、止まらないね。あー、なんだか予想外にバナナパワーが股間にみなぎってきちゃったよ。よーしよ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 し。おっといかん、スプーンを落としてしまった。
おっと、これはチャンスタイム。ちょっとおじさん。はい。さっきから私たちの方をジロジロ見て、今度何したから見てんだよ。この変態バカ野郎。いや、全く関係ない女性客に絡まれてしまった。それはさておき、さっきの SPP 女子、この人に似てるんだよな。まあいいや。しかし、男一人で軽井沢って何したらいいんだよ。どうせここまで来たし、久しぶりに上田まで行って師匠にでも会いに行くかな。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。軽井沢はいいとこですね。はい、すごいなんか空気が綺麗な感じがします。お店のカフェポルサ。はい。お店の宣伝をちょっとしてほしいんですけど、はい、あとご自身の宣伝でもいいですけど。はい。お店は高層現場を中心とした、ランチメニュー。あとご予約で今夜6時から9時までお酒も召し上がりいただくようになっております。あとですね、今度っていうか、まさにやり始めるんですけれども、YouTube の番組を開設します。お店の番組じゃないんですけれども、うち猫がいまして、猫と一緒に、旅をするという、この猫旅ハウスというチャンネルを作ります。猫旅、猫と旅する軽トラハウスという形になっております。はい。このクルイザーホルターに、この YouTube 番組見たよって方に、なんかサービスを。はい、ですね、ランチ、ご注文いただいたお客様に、食後の、アイスコーヒーかアイスティーサービスさせていただきます。はい、あと今日田渕さんにご提供させていただいた、タブチキンカレーそんな名前になったんですかあ、この今初めて聞きました。あ、そうですかタブチキンカレータブチキンカレー限定でですね、ご提供いたします。数量限定になりますけれども、ご注文いただければ、はい、ご提供いたしますので、よろしくお願いいたします。また見てくださいね、みたいなと、ね。そして、アイパン。はい。アイパン、久しぶりですね。久しぶりです。いつもニコニコしてね、愛嬌よくて、素敵な方ですね。嬉しいです。アイパン、はい、なんか最近の活動、マスカットとかいろいろ。そうですね、はい、マスカットもありますし、いろいろ YouTube も出たりとかしてるんですけど、5周年ということで、福島雄二さんと、私とコラボで写真展をやらせてもらうんですけど、本当すごい1年ぐらいかけて写真撮ったので、すごい膨大な量になっちゃって、これからセレクトするんですけど、すごい楽しみなんですよ。何千枚撮ったんですか？何千枚かな、ちょっと数えてないんですけど、ちゃんとセレクトしたやつでも200だから、1000の中から本当に、なんだろう、待機中に見せれる写真って50枚ぐらいしかないので、選ばなきゃいけないので、ちょっとね、見せたい気持ちはありつつも、だってこの見せられないか、裏側にあるヌードを、あ、ヌードもありますね、もちろんありますので、そうですか、はい、見に行かないと。そうですね、入場無料なので、え、はい、はい、8月の21日までやっておりますので、皆さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。